ラリー王子です。自ら王子を名乗るこのイケメンは青山浩二さん36歳、建設現場の足場をレンタルする会社を経営する年商100億の社長や、ほんでフェラーリがあるのは5億で建てた自宅の車庫。ほなオープンザシャッター。なんかもうサンダーバーの世界やな。なんですと、ギンギンギラギラのフェラーリが何台もあるで。あの車好きの一人暮らしが住むにはちょうどいい、多すぎるわ駐車場かなっていう。言うてることが意味不明や。そんなフェラーリ王子が所有しとるのはどれもこれも何千万円以上もするめっちゃレアなフェラーリばかりや。なんと8台も持ってんねんて。その中でも度肝を抜かれるフェラーリがこれや。やはりシューマッハがフェラーリに移籍したときに、優勝した車両です。すげえ。世界の相場が変わってしまうから値段は言われへんらしいで、乗るときは一般の道路ではなくサーキット貸し切って乗っとるんや。サーキットの貸し切り代は30分で100万円やて。ほんで一人暮らしの5億の豪邸に潜入したで。これはちなみにエルメスのゴルフクラブです。エルメスじゃなくても出るでしょうが。全面大理石の階段を上って2階へ。2000年のロマネコンティ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12本。このロマネコンティ1本50万円。せやからこの箱で600万円や。さらに時計も。パテックフィリップ。2300万ぐらいかな。フランクミラー。今日も言わんのか。アホみたいに金持っとるな。でもって自慢のフェラーリで出かけてみると、めっちゃ見てるわ。ちょっと走っただけでおじいちゃんもびっくりやで。